読売ジャイアンツは2022年シーズン4位でございましたちょっとこのジャ,ジャイアンツのこの4位という低迷は、はあ、やっぱりこれはいろんな原因はあるとしても少しこれは反省もんだね<ー>あのくらいの選手をあの持っててね、はい、この4位になる,はなるようなチーム戦力ではない。 68勝72敗3つの引き分け借金4という、うん、ペナントレースでした数字をいろいろ見ていきますとチーム打率2割4分2厘がリーグワースト6位、うん、得点はただ548.2、うん、ホームラン163本2位、うん、2> 防御率いきます3.69リーグワースト、うん、先発3.644位 リリーフ3.78で6位ということでピッチャーがちょっとしんどかったかなただ打線もそこまで活発ではなかったのかなっていう印象がありますホームランの数とかね、えー、その得点とかね、はい、考えたらこれはまあ合格点と言っていいよねえそうですねこれがただ勝利に結びついていないということがそう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 いうことも、ね、あれいやそれはねその得点をしたのも 投手陣が守りきれてないっていうこと、ねあ。ヤクルトとちょっと違,いが違う。そこそこそこ。ところがそこなんですね。ヤクルトはリードしたら、それを守りきる。えーえー、巨人はリリーフがもうほとんど守りきれない。大勢に行くまでが。までがもう大変。あ<ー>うん、体制まで行ったら、なんとかなるんだけども。はい、なんとかしてくれるんだけども、そこまで行くときに、せっかく得点していって、有利に進めていってるうちに、うん。やられてしまってるっていう試合が、やっぱり。 一試合二試合じゃないもん。大、うん、勢は五十七試合に投げて、西武三十七、防御率二点零五。ルーキーで。大も,<ー>も,もう新人賞だ。新人賞だね。適性はやはり。あるピッチャーというふうに、山田さんも見てましたが、ちょっと右のサイドハンドでも。うん、ボール速いもんね。タワー系ですもんね。うん、ボール速いし、そしてあの、あのフォームから。 あのフォークボールとあれば、ええ、そしてたまにこうちょっと曲がるボールもヒッとならば投げれるから、はい、これなかなかやっぱ打てない打ちづらいコントロールに苦しむタイプでもないですしそしてどんどんやっぱストライク投げ込んでいくタイプだからねこれは抑え向きだ先発ピッチャーに目を向けますと戸郷が12勝、うん、菅野が10勝なんとかしました、うん、この2人が規定投球イニングをクリアしてるんですがよくよく見ると先発ピッチャーが メルセデス5勝シューメーカー4勝そして山崎織が5勝で赤星というピッチャールーキーだったんですが途中からリリーフにも回ったんですが5勝ただそのほかでいくとそんなに名前が終盤井上という左ピッチャーが出てきたんですがです、ね、彼が1勝してるんですけれどもなかなか先発ローテーション6枚ビシッとみたいな形では。 なかったんです、ね、まあどこのチームもね若田さんね、うん、6枚を強力な6枚を揃えるというのはこれはかなり難しい、はいね、どこのチームでも、ええところが今年のジャイアンツを見たらこの6枚いるまあいるにはいるんだけどもやっぱ弱い、うん、ああこうパッと予告先発見た時に、うん、うわちょっと手強いなって思うのが、うん、それこそ戸もう統合のいい時ね統合も投げてみなきゃわからないああ フォークボール以下まっすぐ走るか。どっちか良かったら抑えれるけども、やっぱやられるときはもうど。もうお手上げだもんね。これじゃあやっぱり困る。菅野はああいう感じでしょ。ま菅野後半ちょっと良くなって何かをまた変えて掴みかけたけども、前半の菅野はちょっとね。あれ、菅野これひょっとしてもこのままね。はい、成績が上がっていかないんじゃないかというぐらいの不安あったよね。我々見てて。 うん。一時のもう投げれば勝つみたいな感じではなくなりましたもんね。なかなかった。<ー>これ威力的なもの急速とはそんなには変わってないんだろうけど、はい、やっぱりあれだね何て言うのかその球の質があのフォームによってやっぱ変わってしまったかっていうねあ<ー>、はあ、やっぱあのボールをね操ってないと操れないっていうのかな。 うん、あの楽などから出てきすぎてるんだよね。える、うん、自分が一番楽なとこへ持ってきてそこで投げてるから、はい、そういうピッチャーじゃないんですよやっぱり。非常に理にかなってボールをしっかりこう隠して、はい、そこからこう角度をつけて バチンと叩くみたいな感じのリリースが強かったここのここのリースポイントに力が加わるピッチャーだったんですよはいだから菅野とか例えばこうすごいっていうピッチャーはそれができるからある時にギアを変えたとかああピンチになってちょっとこうギアを変えて変はいそれができる<ー>菅野はそれができなくなってきたできたピッチャーなんですよはあ<ー>、うん そういう本当に細かい、うん。それはそれはいつの間にか。自分が非常に楽なとこから投げる癖がついていってしまって。ええ、これはやはり年を重ねて、全体的に体力も落ちてくるであろうし。だんだん,だん,だんだその。楽なところ、楽なところから投げようと、やっぱピッチャーするもんなんですか。するもんじゃなくて、なってくる。あ、山田様のサブマリンは中も中もちろん上がってくる。上がってくる。あ、あの右腕が。だんだん上がってきてたんですか。上が,上がってくる。上がってくる。 体が立ってくる、ちょっとですね、沈み込まないで立ってくる、こう、ちょっと。アンダーハンドのピッチャーはそうなってくるんですか。うん、あ、そうか、そうか、アンダーハンドのピッチャーは沈み込めば、沈み込むほど、苦しいんですね。で、それがだんだん,だん,だん、だんだん、楽なとこへ。こへ <laughs> 手が上がってくるんですか。上がってで、それは意識して、楽して投げようじゃなくて。うもうそうなってくる。くるそれに気が付いて、これはダメだって言って、やっぱりまた戻り戻す努力をしていかなくちゃいけない。もう一回。もう一回、そこだね。 それはやっぱり単純な話例えばもう一回投げ込むとか走り込むとかそういう体力強化なんですか投げ込む走り込むことはもうある年代いけばできるけども若い時のようなことがやれば逆効果でね体に,今度体に負担かけすぎるよね逆にパンクしてしまう可能性があるそうそうそう,そう負担を今度逆にかけすぎたねあじゃあもう意識でなるべく、うんそう ほんで自分が一番。いい時は必ずピッチャーっていうのは知ってるから、成績残した人は、はい、その時にあのポイントがある。必ずそのいいピッチャーの日みんな違うんだけど。ポイントが必ずある。山田さんはどう？意識して、いんですか私は絶対ボールをバッターに見せ。ない。このいかに遅くいかに遅くこう。バッターにね。隠して隠して最後の最後に。 ざあ、たぶん、そしたできるだけ、バッターの近くで、ボールを操るかっていう。それは単純に投げ込む、走り込むじゃなくて、く自分のいい時の。映像、イメージ、じゃ、何がポイントだったのかという,そう,そうってことを考えたときに。ボールをバッターに見せないっていうのが、ヒントだったと、うん。そう、そうすればね。う<わ>そうすれば、若田さん、自然と。体は沈、はい。沈むんだ。うん、そこを意識すると。どう沈んでいくるの?。 そう、そうなってる。だから、こうしてて、楽勝として、自分は体上げるから、これが楽なんです。はい、すっごい楽なんです。あ、ここ。<laughs> すっごい触れるの。あ、腕も触れちゃう。触れるんです。そうだもんだって、楽だもん。バチーンと。触れるけども。はい、バッターから見たら、すごい見やすい。ああ、じゃ全盛期の山田の軌道じゃないわけですね。軌道じゃないわけ。見やすい軌道になってるわけ。 でスピードガン的にはあんま変わらないけど、うん、カン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 打たれちゃった打たれるそれが昨今の菅野投手だったかもしれない菅野はそういう傾向にもあった去年の夏ぐらいからね私らが見てても感じてたからねはあ<ー>私ずっと言ってたもん今の菅野じゃ勝てないよってうんうわー プロ野球のピッチャーのそういった変化っていうのはやっぱ必ず必ずあのこう何年かずっとやってるうちにピッチャーってフォームも当然変わっていくから変わらない方がおかしいんだからそれを自分の,ものいいものを自分の中で感じ取れてそれをずっと染みこませてる人はまたそこへ戻っていけるっていう。 うわそれがこう引き出しだったり引き出しだったりあの、まあ、方法ね方法いろんな方法、ね、経験も含めてああの意識だったら体がこうなるなっていうのが分かってくるんですね、うん、そうそう体がそっちへ今度動いてくれるからねなんか単純に私なんかいやもう一回若い時のように走り込んで投げ込んで体力をつけるぞって思うとそれが実はもう疲れが溜まって,まって <laughs> 逆にできないもう引退への近道になっちゃうわけですねね本当,ね本当疲れがね。 だから若いうちは若いうちは投げて走って投げて走って<だ>投げて走って、はい、投げて走って投げて走って、はい、もうあとは寝て食べて、ねはい、こ体力もつけていく体も作り上げていくっていうそういう時期はあるわけそれは当然やらなくちゃいけない時期がある、はい、ところがあるやっずっとやってきたらそれやってたら体がもうついてこれないっていう。う,ーんうん。 ボールを投げるそ,のそ,そこまでのもう体力はいらないんだけども、はい、だからそこを自分は今度投げ方の工夫で補っていくっていうだから長いことできるそういうことなんですね。ね